おいおい、なんかヤバそうな場所だな。あ、この奥から俺たちの食料の匂いがするぞ。今の力を試すにはうってつけだな。射水火炎棒だ。俺がまとめて相手してやる。よし、交代だ。俺のできることをやる。これで元気になるぞ。おう、助かるぞ、チョッパー。おう、この足でてめえも仕留める。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのもっと。俺は修行の成果が出てきたね。
ボス、うまくいきましたね。スナッハッハッハ、バカな連中だ。きっと今頃砂漠の東で途方に暮れてるだろうさ。なあ、お前はさっきの。忘れてたが、そういやいたな。どうやら砂族にさらわれたんじゃなかったみてえだな。砂？てめえら、なんでここに？そう、一般人のふりをして私たちを油断させて、隙を見て水と食料を奪っていったのはあなた。砂ばばば、だったらなんだ。言っておくが、水も食料ももう俺たちのもんだぜ。砂漠だよな、騙される方が悪いのさ。そんなの知るか。飯を奪ったお前らは許さねえ。ボス、こいつらの相手は俺たちだけじゃ。すな、わかってる。こういう時は用心棒の先生だ。というわけでお願いします、先生。先生、おい見ろ、あそこ。あら、ずいぶん変わった先生ね。油断すんな、来るぞ。見ろあれ、バナナからワニが生えてるぞ。ほんとだ、変なバナナだ。バカだな、よく見ろ。あれはワニからバナナが生えてんだろ。こんなやりとり前にもしたような。あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの。うおー、俺の飯。いつも通り自由にやるぜ。ボーシャット。その程度だ。アウンポイント、国定ロゼオン。まだだ。俺がゴムゴムの。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。まだだ。ゴムゴムのブレッド。トップグリーンの多彩性見せてやる。トップグリーンの多彩性見せてやる。私の番のように。
出番か。それじゃ、一刀流、いよい、シッソンソン。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。一刀流、いよい、シッソンソン。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。鬼、めちゃめちゃ効いたぞ。肉、肉がいっぱいだ。手ごわい。みんな気をつけて。特定ロゼオン。侵害がありそうだ。俺がゴムゴムのブレッド。手ごわい。みんな気をつけて。俺だって強くなったんだ。ポイント黒点ロゼオン。俺がゴムゴムのピストル。一刀流、いよい、シッソンソン。これは気を抜けなそうな相手だ。ビビってなんかいねえぞ。アウンポイント黒点ロゼオン。いけるか。そこだ。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。そんな先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。勘弁してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで、俺には戦う力なんてこれっぽっちも。いいからお前、俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スタッフ、今すぐに。これでもういいですよね。ほら、奪ったものはすべて返しましたし。よくないわ。私たち結局レインベースにどう行けばいいのか聞いていないもの。そうでした。でしたら、ここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボーンブリッジキャニオンへの入り口がありましてですね。レインベースに行くには、まずそこを通って岩山を越えていただく必要があるかと。そう、わかったわ。とりあえず、ボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございますです。それでは皆様、良い旅を。ちょっと待って。
まだ何かご用で。私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、このままお別れってのもなと思って。と言いますと？あんたたちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を私たちに全部よこせって言ってるのよ。スナフー！そんな、どうかそれだけは。あら、彼ショックのあまり気絶したわね。はあ、まったく、よくこれで砂族のボスなんかやってられたわね。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。お宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってるわ。さあ、早速探すわよ。私の目は絶対にごまかせないんだから。いいから、ボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。私だってやるときはやるんだから。気をつけて、ゾロ。おう、任せな。行くわよ。なんかお呼びじゃないのよ。サンダーボルト点火。存分にやらせてもらうわ。さて、行くわよ。ゴーカス。みんな大丈夫？やつだ。方が怖えよ。
よし、あたしの出番ね。あたしのお金。そんなことねえ。どうすれば。おう。ああ、待て待て。そうだ。おお、悪いな、ゾロ。俺がやる。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーボルト。レッド。ナイスショット。どれ。これは気を抜けなそうな相手。ダースフルール。グラップ。これからだ。
なさい。次はないわよ。ふれ、ありがとう、ウソップ。任せろ。きっちり型をつけるとするか。ありがとう、ゾロ。俺がやる。これは一筋縄でトレインタフルール。よいしょっと。どれ。まずいわね。こいつ強いわ。行くぞ。ひねりつぶしてやる。よし、行くか。竜巻。任せてくれ。おい、奴から目を離すんじゃねえ。お前を倒す三段はつけてきた。それじゃ必殺火薬星。俺がやる。手強いわね。みんなトレインタフルール。まだだ。なめないでね。こう見えてなかなかやるわよ、サンダーボルト連発。まだだ。くそ、動け。俺から行く。完了発揮だ。必殺火薬星。まだまだ。ひりがいがありそうだ。おお、悪いな、ゾロ。動け。行くわよ、サイクロン。しびれが。そりゃ痛いって言ってるでしょうが。お前を倒す三段はつけてきた。俺がまとめて相手してやる。邪魔だ。天候の変化にご注意ください。いや、ロビン、怪我はない？ええ、頼もしい航海士さんのおかげね。調子がいいぞ。必要な力なら俺がキャプテンウソップだ。私の成長。おかしいだろ。あ？おいおい。
お前ら遅れるんじゃねえぞ。ウソップ様の出番で。粋なことするじゃん。三刀流奥義三千世界。もう気は抜かねえ。ムートンシャット。よし、行くぞ。ゴムゴムのピストル。やるな。はこの程度線は軽く余裕だ。ほう、随分と少ねえな。俺なら万は余裕だ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。ありがとう、サンジ。効かねえな。鬼俺の仲間に手だ。ゴムゴムのピストル。俺の多彩な変形点見せてやる。刃こぼれすら己の恥。鬼あいつらは俺が片付ける。マナーがなってねえの。あっと、ほっ、なあ、ずいぶん奥まで来ちまったけど、そろそろさっきの大穴のとこまで戻った方がよくねえか。
のカラフルなのはキノコ？ずいぶん大きいわね。あなたの体、変わってるのね。なんだこれ。綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップ、どうなってるの。ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界。でも記憶は曖昧なものだから、どうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか。ええ。おい、リム、ウソップは無事なのか？多分。でも、記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。行くぞみんな！ウソップを取り戻しに！ここがヒスタリアか？さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ！ウソップ！残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん？君も来たのか？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり、あなたたちはヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったってどうして？どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれた者だけみたいね。それってみんな
チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ。俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする。じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。ああ、迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おい、おい、チョッパー。なんだ、どうかしたのか。向こうで何か戦ってる。え、あ、この匂い、ウソップだ。きっとウソップが戦ってる。行くぞ。妙にガランとしてやがる。いった。お、なんだこいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ。草の化け物にやられたんだ。草の化け物。母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ、今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。うん。
今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。チョッパー、ゾラ、お前ら来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。俺がいる限り誰も死なせねえ。俺のできることをやるぞ。うわっ、ぶった切る。一刀流、いよい、シッソンソン。おう、俺が相手だ。せつ、やるか。もらったぜ。ここが正念場だ。刃こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。ウソップ、無事でよかった。な、当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それより、ここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー、説明してくれ。その記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたの。ん？そういや、あの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか。それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって。え、何のこと。その浮かんでる輪のことだ。ん？分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光のは、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵につながるヒントに違いねえ。どうしたの、お兄ちゃん。あ、いや、なんでもねえ。
それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど、手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞ、お前ら。あ、うん。なあ、みんな、どうした、チョッパー。もしかして、もう薬草を見つけたのか。あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ今は薬草探しに集中しようぜ。まずはそっからだ。そうだな。わらわらと集まってきやがって。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねで。元気になるぞ。ウソップ様の出番で必殺カエボシ。怪物のパワー見せてやる。アームポイント。モンスターポイントも制御できるようになったし、もうみんなに迷惑かけねえぞ。俺もだ。弱いままじゃ生き残れねえ。俺の多彩な変形点、ミスアームポイント。
前じゃ退屈しのぎにもなりゃしね。一刀流、いよい、シッソンソン。何が起きてももう動じねえ。必殺カエボス。もう気は抜かねえ。これで元気になるぞ。助かったチョッパー。俺を狙ってるのか。悪い、助かった。ぶった切る鬼。モンスターポイントも制御できるようになったし、もうみんなに迷惑かけねえぞ。俺もだ。弱いままじゃ生き残れねえ。お、これが薬草だ。でかしたチョッパー。ボズ、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。離せこのガキ、その薬草をよこしやがれ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おいおっさん、そいつの手を離せよ。先に見つけたのはこっちじゃねえか。ああ、なんだてめえらは。引っ込んでろ。おいおめえら、こいつらを黙らせろ。やる気みてえだな坊主。今助けてやるからな。怪物のパワー見せてやる。まだだ。いてえよ。引かねえなら切るまでだ。竜巻。一発で決めてやる。必殺カエボ。まだだ。鬼。まだだ。もらったぜ。やばば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 ば。終わりだ。これ以上はやめとけ。坊主。あれ、あいつどこ行ったんだ。助けてうるせえ。おとなしくついてこい。あいつら坊主ごと薬草を持っていきやがった。オズ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、
あいつ。とにかく後を追うぞ。もう追いついてきやがったのか。諦めて暴走返せ。こいつがこの薬草を渡せば返してやるよ。いやだ、母ちゃんの病気を治すためにはこれが必要なんだ。ふん、なら交渉決裂だな。待て、そいつに手を出すんじゃねえ。心配すんな、ウソップ。あいつは一人だ。何かする前に俺が切る。一人だ？スナッファッファ、果たしてそうかな。俺にはな、心強い用心棒の先生がついてんだよ。あ、用心棒の先生？なんかこのパターンさっきも。てめえら覚悟するんだな。あの笑い方、それにこの展開、あいつさっきの砂族のボスと何か関係が。いいから構えろ。食われても知らねえぞ。では先生、やっちまってください。一体どうしまったんだ。なんだか力が湧いてきやがる。あ、俺もだ、ウソップ。理由はわからねえが、確かに力が溢れてくるな。あのトカゲには悪いが、少し試させてもらうか。そうだな。あう。今がチャンスだ。青いポイント確定。ロゼオがうずき、一刀流、いよい、シッソンソン。俺たちの力、見せてやろうぜ。ウソップ、カンナー。きっちり肩をつけるとするか、鬼。お前を倒す三段はつけてきた。必殺火薬星。誰か早く。これで元気になるぞ。切り替えがありそうだ。トップグリーンの多彩性。必殺火薬星。これで元気になるぞ。うわっ。よし、行くか。
行くぞゾロチョッパー。おい、トラ黒天ウソップ、やれ。おー、相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。せねえよ。これでどうだ。誰か早く止血を。行くぞゾロチョッパー。おい、黒天ウソップ、やれ。おお、バリだ。ドクター、ドクトレーヌ、俺少し強くなったぞ。すごー、そんなサンドラオオトカゲの先生が。おい、スナファ、まだやるか。うん、許してください。ボス、大丈夫か。はい、ありがとう、お兄ちゃんたち。母ちゃん、大事にしてやるよ。うん、じゃあ、俺行くよ。本当にありがとう、お兄ちゃんたち。ねえ、ウソップ、ゾロ、チョッパー、無事に記憶のほつれを解消できたみたいね。ああ、バッチリだ。ところで、向こうでトカゲと戦ってる時に妙な感覚があったが、ありゃなんだ。俺もそれ感じたぞ。ああ、俺もだ。リム、なんだかわかるか。多分だけど、あなたたちの中にあったつながりのようなものじゃないかしら。つながり？記憶とともに、そういったものも奪われることがあるみたい。私にはよくわからないけれど。つながりね。よくわかんねえ、うん、リム、記憶のほつれはまだあるのかしら。ええ、きっと。それなら見つけ次第解消していくのが良さそうね。次は絶対に俺が行く。ウソップたちだけほつれの中で冒険してずるいぞ。そういう理由かよ。
なんだあいつらは。山賊死ね。俺は化け物、強いんだ。よし、俺様に任せる。行く。それじゃ。必殺。私の出番かしら。トレインタフルール、フリップ。今の力を試すにはうってつけだな。気をつけて、ウソ。任せろ、お前も油断するな。とうとう俺を本気にさせやがったな。やっと俺の出番か。やっと俺の出番か。いつも通り竜巻。行ってしまったわね。どうし、待てて。いいもんがあるじゃねえか。やるぜ。ああ足が。いいもんがあるじゃねえか。
ちる落ちる落ちる落ちる。初めてだわ。大丈夫かリム、この辺で一回休んでくか。レディーには指一本触れさせぬ。いつでもいいぞ。竜巻ちょっと邪魔よ。準備 OK だ。竜巻あとは任せてもらって大丈夫よ。ドスフルール。マリモのやつには負け。